住宅ローンアナリスト、もげさわこともげチェック塩沢です。本日のテーマはこちら。徹底解説、ソニー銀行住宅ローン、何が良くて何がダメ。これについてお伝えしたいなと思います。ソニーさんなんですけれども、以前のユーザーが選ぶ本当に良い住宅ローンランキング2022でですね、なんと総合1位を取っている結構実力のある商品なんですね。今まで YouTube で紹介する機会がなかったんですけれども、今回ですね、ソニーさんいろいろとこうキャンペーンもやられておりまして、結構の素晴らしい商品となっておりますので、改めてですね、今日ちょっとお伝えできればなと思っております。そのソニーさんのポイントなんですけれども、借りる前と後、共に安心できる商品っていうのが一つ目。二つ目がですね、借り換えがね、めっちゃお得なんですよ。なので、この二つについて、談心はどうなの、審査手続き面はどうなの、金利はどうなの、最後にですね、どんな人におすすめ、この順番で分かりやすく解説したいなと思います。ではトピックの一つ目、ダンシンはどうなのです。こちらがですね、ソニーさんが出されているダンシンの一覧表ですね。一般、ワイド、ガン、三大疾病、11疾病というのがありますけれども、それぞれですね、適用範囲と上乗せ金利というのが決まっております。その中でもですね、こちらのワイドダンシンですけれども 0.2% で上乗せできるっていうのはちょっとお得ですね。普通 0.3 とかそれぐらいなんですけれども、ソニーさんはね 0.2 でお得です。ワイドに加入しないといけない健康状態に不安のある方はですね、ソニーさんのワイドっていうのはお勧めできるかなと思います。なお今ですね、このダンシンの中でも借り換えがですね、もうすごいことになってまして、もうこちらですね、はい、借り換えの元段心 100%、 これがね、上乗せ金利なしなんですよ。なのでこれはね、めちゃくちゃお得だと思いますので、住宅ローン借り換えしよっかなと思ってる方はソニー銀行さんの借り換えおすすめです。ただしこれでキャンペーンとなっておりまして、締め切りがですね、2024年の4月30日までというふうになっておりますので、申し込みはね、お早めにしていただけるといいかなと思います。それ以外にですね、こちらですね、元の保証、手厚くソニーさん設計されておりまして、こういった給付金ですね、いろいろとあったりします。一番下のところにですね、女性のですね、入院一時給付金10万円ってあるんですけれども、例えば出産の時の帝王切開ですね、こういったものでも使えます。ですので意外とですね、幅広い用途があるかなと思っておりますので、こういったところもですね、ぜひちょっとチェックしていただけるといいかなと思います。あともう一つですね、ソニーさんの特徴はこちらですね、上限が85歳までいけるんですよ。普通男子の保証って80歳ぐらいまでっていうところが多いんですけれども、もうプラス5歳上と。なので高年齢だったとしても男子のカバーがついて、かつですよ、50歳で借り入れしたとしても、そこから35年間のローンを組むことができるっていうところですので、これはですね、非常にお得と言いますか、特徴ある商品かなと思います。以前からね、私こちらの動画で解説しますけれども、男子っていうのは非常にこう大切だし、ここでもしっかりと選びましょうっていうとお伝えしますので、気になる方はですね、こちらの動画もですね、合わせて見ていただくといいかなと思います。ではトピックの2つ目、審査手続き面です。属性審査と物件審査、これ2つに分けて解説します。まず最初に属性審査ですね、人の審査のところなんですけれども、やっぱりね、ソニー銀行さんネット銀行なんで、自営業とか法人役員、これはねちょっと、ね、難しいですと。なので逆に通りやすい方っていうのは、会社員とか公務員とか、あと事業の方ですね、こういった方は審査通りやすいかなと思いますと。最低年収もね、400万円以上必要なんですよ。いろんな銀行って300万とか、場合によっては250万以上っていうところありますけれども、ソニーさんはちょっと高めとなりますので、このあたりもですね、ちょっと注意いただけるといいかなと思います。ただしですよ、いいお話がですね、一つありまして、何かというと、転職直後、これね、審査の土台に乗るんですよ。勤続年数っていうのがソニー銀行さんの審査ではこれ不問なんですね。なのでこれから転職しますとか、転職直後という人も審査してもらうことができます。加えてですね、オファーレターですね、あなたこんだけの年収条件で採用しますよっていうレターもらうと思うんですけども、あの見込み年収で審査できるんですよ。なので結構柔軟にですね、審査していただける銀行さんとなってますので、転職前後の方で今住宅ローン借りたいんだよなっていう方は、ぜひちょっとトライしてみてはいかがでしょうか。続いて物件審査の方に参りますと、物件はね、築フル物件これダメですね。ソニーさんは築30年までというふうになってますんで、旧耐震とかね、全然ダメですと。一方いいところとしては、買い替え、これはね、柔軟に対応してくれるんですよ。例えば家を住み替えますと、そうした時にもちろん審査にいろいろ条件つくんですよ。ただそれが比較的柔軟で、購入して半年以内に売却してくれればいいですよみたいな形でですね、融通が効きます。ですので住み替えの方はですね、ソニーさんのこの住宅ローンですね、これはおすすめですと。もう一つはですね、注文住宅ですね。注文住宅はね、そんなに強いってわけではなくて、対応してますっていう感じですかね。つなぎ融資の会社を紹介してもらいますので、もしソニーで実行したいという方はですね、一度ですね、ご相談いただいた方がいいかなと思います。もう一つですね、物件のところで言いますと、リフォーム、こちらなんですけども、原則融資対象外となりますと。ただし500万円以上であれば審査の対象に乗ってきますと。ただですね、それ住宅ローンと同時で実行できるかっていうと、そうではなく住宅ローンの後っていう形になりますので、ちょっとこのあたりはですね、テクニカルな問題っていうのがあるんですけれども、こういった条件となっておりますと。
あともう一つね、リフォームでお伝えするとなると、仮買いですね。仮買いリフォーム、これはね、OK なんですよ。なので、仮買いとなると、築古の物件っていうのが多くなってきますので、リフォームを合わせてやりたいなっていう方は、相談されてみてもいいかなと思います。申し込み手続きのところで言いますと、専任アドバイザー、これがつきます。ソニーさんのアドバイザーの評価って非常に高いですので、こういったところも皆さん、十分ご活用いただけるかなと。あとは、オンライン相談、これができますし、来店側のリモート相談ですね。ソニースワの銀座、大阪に、大きなですね、画面があってですね、そこで住宅ローンのスタッフの方とお話しすることができますので、ネットだけだとちょっと心配だなという方は、こういったオンライン相談とか、来店型のリモート相談ですね、活用してみてもいいかもしれません。最後に商品性のところなんですけども、他行さんにはないユニークなところで言いますと、こちらですね、変動金利の返済中に、一部分だけをですね、切り出して、固定金利に切り替えることができるんですよ。これ、部分固定特約っていう商品の名前なんですけれどもね、切り出すその部分っていうところはですね、全体を100としたら、10% 以上 100% 以内と。しかもですね、5% ごとにですね、切り出す範囲っていうのを決めることができますと。加えてそれがで最大3つまで設定できるっていうところがありますので、住宅ローンの金利が不安だと、固定化したいなと、ただ固定化する範囲っていうのは自分である程度自由に決めたいなっていう方は、部分固定特約っていうのはいいかもしれません。あとそれ以外にですね、繰り上げ返済とか ATM 手数料の無料の特典っていうのもついております。ではトピックの3つ目、金利どうなのです。金利なんですけれども、まず全体像をお伝えしますと、変動セレクト、固定セレクトっていうセレクトっていう商品と住宅ローンっていう商品、この2つあるんですよ。それぞれの違いなんやねんっていうところなんですけれども、セレクトという名前がついているものはこれ金利がお得なんですよ。一方諸費用、これがですね代わりに高いというものなんですね。住宅ローンこれどうなってるかというと、金利これがちょっと高いんですけれども、その分ですね諸費用がお得っていう、こういった関係になってます。具体的な金利はこちらとなっておりまして、例えば変動セレクトですと金利 0.397% という非常にですねお得な金利となってます。元本はですね 2.2% と。一方住宅ローンはですね、変動につきましては 0.757% とちょっとやっぱり高いですよね。ただ一方で諸費用がわずか4万4000円という風になってますので、こういったですね違いがあるんだなという風に思っていただけるといいかなと思います。なお物件の購入価格を超えてお借り入れの場合はですね、金利が 0.05% 上乗せになりますので、その点もご留意ください。そうした時にですよ、借り換えがめちゃくちゃお得だっていうのをお伝えしましたけれども、借り換えの金利はこちらとなっておりますと。特にこの赤のところ注目していただければと思うんですけども、変動セレクトですね、これが金利が0.297% なんですよ。もう 0.3% 切ってるんですね。これに元の 100% がつきますと。もしですね、もっと弾心を充実させたいという方は3大疾病これつけることできるんですけども、それつけたとしても 0.397% ですと。なのでこれはね本当に、ね、お得だと思います。繰り返しですけれども、4月30日までとなってますので、お早めにお申し込みください。なお固定セレクトですね、例えば10年固定を選んだ場合は 1.11% という金利になるんですけども、11年目以降どうなってるかっていうところがこちらとなっております。変動の場合はですね、基準金利から引き下げ幅を引いた適用金利 1.157% と、固定の場合はですね 1.81% となります。グラフにするとこうですね。なので高いわけでもないけれども、安いわけでもないっていう形かなと思います。ですので私からするとですね、選ぶんであれば変動金利、これがいいのかなとは思います。なお新規借り入れのランキングですね、ソニーさんこちらとなってまして、6位というふうになっております。6位なんですけれども、上位の商品っていうのはもう似たり寄ったりのところありますので、6位だったとしても全然悪くはない商品かなと思います。借り換えのランキングはこちらですね、堂々の2位ということとなっておりますので、本当にこれはねいい商品だと思いますので、ぜひご検討いただくといいかなと思います。なお変動金 0.397% で借りた場合の毎月返済額はこのようになっております。4000万円借りたとしても10万円ちょっとというふうになっておりますので、これはですね本当にお得な商品かなと思います。最後4つ目、こんな人におすすめです。以上の話をまとめるとですね、おすすめポイント5つありまして、1つが借り換えですね。借り換えのお客さんはね、このソニーの商品本当におすすめです。ですのでご検討いただくといいかなと思います。2つ目何かというと、40から50歳代での住み替えですね。こういった方もねすごくいいと思います。住み替えはね、先ほど申し上げました通り、売却の期日っていうところをですね、ある程度柔軟に設定いただけるっていうところありますし、加えて弾心の保証が85歳までっていうふうになってますので、50歳代でソニーの住宅ローン借り入れたとしてもですね、そこから35年間の融資がつく可能性もあるんですよね。なのでやっぱり住み替えとなると、一時取得よりも年齢が高くなるんですけども、そういった方にはですね、このソニーさんの住宅ローンっていうのは非常にこうぴったりなんじゃないかなと思います。3つ目が転職直後っていうところですね。こういった方っていうのは柔軟に審査していただけますので、おすすめかなと。4つ目がですね、健康不安のある方ですね。ワイド弾心の冒頭申し上げましたけども 0.2% ってこれお得なんですよ。なので健康不安ある方はソニーさんいいかなと思います。もう一つですね、短期売却予定の方はセレクトではなく住宅ローン、こちら
ちらの方をねお勧めします。というのがセレクトはですねやっぱりこう初費用がちょっと高いんですよ。元本の 2% 必要となりますので、短期間しか借りないとなるとですね、最初に出す初費用っていうところでですね結構負けちゃう時があるんですけれども、住宅ローンの場合はその初費用がわずか4万4000円というふうに非常にこうお得になってますので、借りる期間がね短いという方は住宅ローン選ばれた方がいいかなと思います。以上ソニー銀行さんの商品の説明となりましたけれども、申し込む場合はねモゲチェックもしくはモゲレコでしっかりと比較検討されて申し込まれるといいのかなと思います。ぜひ活用してみてください。本日の動画はいかがでしたか？よろしければ動画のいいねとチャンネル登録と、あと感想ですねコメントにいただけると嬉しいです。ぜひモゲチェックの住宅ローン診断サービス試してみてください。ご自身の情報を入力するとモゲチェックが最適な住宅ローンを無料で診断します。各銀行の金利条件と融資承認確率を確認できます。チャット相談もできます。全部無料です。リンクと解説動画は動画概要欄にあります。モゲチェック公式 LINE も貼り付けておきます。こちらの登録もお願いします。ぜひモゲチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。モゲモゲー。